50代からできる脊柱管狭窄症の治し方お伝えします。はい、整体院婦科副院長の松尾です。皆様お久しぶりです。はい、本当に久しぶりなんですけども、約半年ぐらいですかね、半年とちょっとかな、ちょっと武者修行に行ってまして、なかなかですね動画をちゃんとこうやって撮る機会っていうのがなかったんですけども、まあ無事に武者修行が終わって、今回からですねちゃんと動画撮れますので、まあ今までいなかった分ですね、皆様のお力になれるよう精一杯頑張っていこうかなと思いますので、これからも見ていただければと思います。で、今日なんですけども、今日はですね50代以上のあなたでも自分でですね脊柱管狭窄症を、まあ、改善できるですね方法についてお伝えできればと思います。脊柱管狭窄症っていうのを簡単にねおさらいをさせていただくと、まあ、背骨ですね、背骨で構成されているトンネルの中に、まあ、神経っていうのが入ってます。そこが何かしらによって圧迫されると、間欠性跛行っていう、まあ、症状だったりとかが、まあ、一般的に言われている症状なんですけども、まあ、MRI だったりとか、まあ、お医者さんからですねこれは手術しかないよって言われたとしても、 もう全然諦める必要ないです。で、本当にやばいやつは膀胱直腸症障害っていうものだったりとか、あとは筋力の低下が著しくあったりとか、まあ、感覚障害とかですね、そういったものがある場合は本当に手術が必要になってくるんですけども、まあ、そうでない場合っていうのは全然諦める必要はありませんので、ぜひね一緒に頑張っていければと思います。で、脊柱管狭窄症なんですけども、どこから治していくのかってお話なんですが、僕はまず足から治してくださいっていうのを推奨してます。で、これなんで足から治してくださいって言ってるのかっていうと、まあ、脊柱管狭窄症に多い間欠性跛行ですね、歩いてると足がしびれてきますとかあるじゃないですか。で、歩く時っていうのは唯一地面にくっついてるのは足ですよね。足です。なのでここがねグラグラした状態、まあ、しっかりと使えない状態で歩いてしまうと、そのここで踏ん張れない分、その影響っていうのは絶対上に来るわけなんですよ。で、狭窄症の人はどうなってるかっていうと、しっかりここで蹴れない、しっかり足でこう蹴り出しができない、蹴れない分体をですね反って前への推進力っていうのを高めようとします。そして腰を反って前へ行くね力を高めようとすると、脊柱管っていうのが狭くなる方向に持っていかれてしまうので、その状態でずっと歩くと結果間欠性跛行っていうのが出てしまうっていう原理になってますので、まずはね土台である足っていうのをしっかりですね今から一緒に作っていければと思います。で、やっていく前の注意点なんですけど、ちょっとこちら見てみてください。はい、こちらですね3つのステップ、今からあなたには3ステップをですね経験していただきます。で、今日あなたはですねこの 0% の状態です。はい、ここからまずステップ1、痛みがねある程度我慢できるっていうような状態っていうのを目指していきたいわけなんですけども、まあ、それを目指すにはですね今からお伝えする内容っていうのを最低週に2回ぐらいやってあげてください。まあ、毎日できる人は毎日やってもらってもいいんですけども、まあ、できれば週に2回から3回ぐらいがベストかなっていうふうに思いますので、毎日しなくてもいいので、まあ、週に3回を目安にやってみてください。で、このステップ1、痛みがある程度我慢できる状態を目指すには何が必要になってくるのかっていうと、主に2つです。まずは硬くなっている部分を柔らかくする、まあ、これは筋肉だったり関節ですね。で、もう一つは弱くなっているところを鍛える、この2つっていうのを主にやっていきます。で、今日は足ですけども、次は股関節編、次は肩周り編っていう感じで、まあ、ステップがですねいろいろありますので、今日はしっかり足をですねやっていきましょう。はい、ではやっていく前にまず足の状態のチェックをしていこうかなと思います。で、足首をこうピーンってまず上に動かしてもらいたいんですけども、まあ、この時に見てほしいのがですね、こちら写真見ていただけたらと思うんですけど、赤線に対して親指側が上に上がっちゃってるか小指側が上がっちゃってるかを見ていく必要があります。で、これ自分ではちょっと見にくいと思うので、もし可能だったらご家族の方ですねに見てもらうっていうのも一つ手かなっていうふうに思います。で、一般的に多いのは親指側が上がってるケースの方がどちらかというと多いです。で、親指側が上がってるってことは、まあ、腓骨筋って言ってこの辺りですね、この外側が全然使えてないような状態で、ここが使えなくなってしまうとお尻が全然使えてなくて狭窄症になりやすいっていうのがありますので、ちょっとこれは一つ覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。はい、ではですね早速まず足から作っていこうと思うんですけど、まあ、最初にもお話ししたように、まずは緩めることからやっていきます。
で足をまずこのように組んでください。で組んでいただいたら足の指ですね、足の指に対してグッと指同士をですね、指と足同士を握手してあげてください。これが中途半端にこういう浅い感じだとあんまり効果ないのでちょっと痛いかもしれないんですけど、しっかりグッと握手してください。でここでね、そもそもこの姿勢が取れませんっていう人いると思うんですよ。はい、そういう方はですね、僕もいろいろ模索したんですけどちょっと無理だったので、まあ、市販に言ってあるですね、あの足の間に何か入れるやつ、ここ今上げてますけどこれだったりとか、あるいはお家の方に協力してもらって今からやっていくことっていうのを手伝っていただければなと思います。はい、じゃあ皆さんしっかり握手できましたでしょうか。はい、まず最初はですね、この握ったこの足とですね、ギュッギュッギュッと握手を10回やってあげてください。いきますよ。ギュッ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 、ちょっと10回かわかんないけど、まあ、大体10回ぐらいしてあげてください。で10回ね握手してあげたら、その後はこっち回しですね、まあ、どっち回しでもいいんですけど、しっかり握手したまま大きく回してください、足首を。はい、大体10回ぐらいでいいですよ。10回ぐらいゆっくり大きく。でここポイントはやっぱり握手の力が弱いとあんまり意味がないので、しっかり握手したまま10回ぐらい回してください。で回したら次反対回しですね、これも一緒です。反対回し、しっかり握手したまま回していきます。はい、大体10回ぐらいできましたかね。はい、そしたらですね、次ふくらはぎですね、ここが硬くなってて、足が上手に使えてないケース、さっき見せましたよね、親指側がキュッて上がってる人はこの内側が硬くなってることっていうのがありますので、ここをちょっとほぐしていきます。でやり方なんですけど、このふくらはぎに軽く手を添えて、ふくらはぎ側ですね、裏に後ろにピッて指をですね反らせると、途中でペコってへこむ骨の部分があるの分かります？この真裏にね、今からほぐしたい筋肉っていうのがありますので、まあ膝のねちょっと下、この辺りからこの内くるぶしに向かって筋肉をほぐしていきます。でほぐし方としては、親指ですね、親指で下かつあっち、下かつ指先側にこうえぐるような感じね、はい、この骨の裏をえぐるような感じ、そうするとツーンとしたような痛みが出ると思います。それを感じたら、このまま足首を上下、はい、1、2ってして、次1本指ずらします。はい、もう1回1、2、はい、もう1回ずらします。1、2、はい、もう1回ずらします。1、2、はい、ずらして、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 1、2っていう、この内くるぶしまでやった後、1往復、あ、ごめんなさい、今片道行きましたけど、その中でも特に痛かったところ、皆さんそれぞれあると思います。そこをね、もう一回やってあげてください。僕の場合だとこの真ん中あたりが痛いなっていうのがあるので、ここをもう一回、1、2で、ちょっと下に、1、2、1、2ぐらいでいいです。はい、2回ぐらい行ってあげれば十分かなっていうふうに思います。次反対いきましょう。反対も同じように、まず握手をしっかりしていただきます。で足の指が硬い人はこの握ってるこの手がねめちゃくちゃ痛かったりすると思うんですが、負けずに頑張ってください。でこれちゃんとやってると柔らかくなってきますので、はい、そしたらまた握手を10回いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 そしたらこの握ったまま足首を回していきます。1、2、3、しっかり握手してくださいね。5、6、7、8、9、10で反対回し、1、2、握手しっかりしてくださいよ。4、5、6、7、8、9、10、 OK。 そしたら先ほどと同様、このすねの内側ですねってところをほぐしていきます。じゃあ両手の親指で膝のちょっと下の方から沿わせてもらって、足首を上下に動かしていきます。1、2、はい、隣、1、2、はい、隣、1、2、ツンってしますね。1、2、はい、1、2、はい、1、2、はい、
1、2、はい、1、2、はい、1、2、はい、1、2、OK で、また今、硬かったところですね、まあ、自分の中で硬かったところをもう一回やりましょうか。1、2、1、2、1、2、OK です。はい、皆さん、やっと準備が整いました。今ほぐしましたけど、そこで終わると何の意味もないので、次しっかり足が動かせるようになるためのトレーニングっていうのをしていきます。はい、まずですね、やっていきたいのが足首をですね、こういうふうに引く運動からまずやっていきたいんですけど、かかと、自分のかかとをですね、後ろに引きます。はい、後ろに引きます。で、この時に注意してほしいのが、指を使ってこうやらないことですね。こうすると結構つってしまう方が多いですので、指でいかないように気をつけてください。指の力は抜いた上でかかとをこういう風に引いていきます。はい、で、かかとを引いたらそのままですね、足首を外に動かします。はい、で、この時に太ももとかをね、こう動かさないように気をつけてくださいね。足首を外に動かす。はい、こういう感じですね。そうするとこの辺、ふくらはぎの外側がなんか頑張ってる感じがしないでしょうか。それがあれば正解です。その状態で5秒ですね。その状態で5秒キープします。いきますよ。1、2、3、4、5、はい、抜きます。次もう1回いきますね。下かつ外、はい、これでキープ。1、2、3、4、5、はい、戻します。もう一度下かつ外、これでキープ。1、2、3、4、5、はい、戻します。そしたら次反対ですね。また同じようにかかとを近づける、指は近づけない、その状態で外、はい、1、2、3、4、5、はい、下かつ外、1、2、3、4、5。で、ここでつってしまう人とかいるんですけど、つってしまうってことはそんだけ日頃そこを使えてないってことなので、バンバンつってください。はい、じゃあもう一回いきますよ。下かつ、指は動かせない、外にキープ。1、2、3、4、5、はい、 OK です。まあ1日5秒を3回ぐらいですね、まあ、週に 2、3回やっていただければと思います。で、ここですね、この外側が今負担がかかれば正解です。では次のトレーニングに移ります。はい、次はですね、仰向けに寝ていただきます。で、こっちの足からやっていきますね。はい、で、やらない方はちょっと外に広げといてください。で、やりたい方の足をですね、まあ、開けるとこまででいいので、こういう風に開いてあげてください。で、そしたらまたですね、足首をかかとを引きます。さっきと一緒ですね。で、これも指をグッといくとつっちゃったりしますので、かかとを近づけます。はい、で、かかとを近づけていただいたら、今小指がベッドに接してますよね。この小指をかかとを引いたままですよ、引いたまま離す。はい、そうするとこのすねのこの辺がきつくなる感じがあれば正解です。はい、もう一回やりますよ。かかとを引きます。はい、指でいかないように。で、なおかつ小指から離す。はい、ちょっときついですね。これを5秒キープしますよ。1、2、3、4、5、はい、戻します。はい、これで釣ってる人はもうバンバン釣ってくださいね。はい、もう一回いきます。かかとを引きながら小指を離す。1、2、3、4、5、はい、戻します。これで釣っちゃったりとか上手にできないってことは、そこを使わないで歩いてるから狭窄症になってしまうような体の使い方になってるって証拠ですからね。もう一回いきますよ。かかとを引きながら小指を離す。はい、1、2、3、4、5、はい、 OK です。では次反対いきますね。やらない方の足をちょっと広げて、やる方の足をあぐらをかいていきます。で、この状態でかかとをまず引きます。引きます、こっちですね。下の方に引いた状態、引いたまま小指を上に上げます。はい、1、2、3、4、5、すねの内側あたりが頑張ってる感じがあれば正解です。もう一回いきますよ。かかとをまず引いて、この状態でベッドから小指を離す。1、2、3、4、5、はい、これやってる時にね、顔が歪んだりとかね、手がからこうなってる人もたまにいるので、そういういらないところは力抜いてあげてくださいね。はい、もう一回いきますよ。かかとを引いて、引いたまま小指を離す。はい、顔に変な力入ってないですか。いきますよ。1、2、
1、2、3、4、5、はい、 OK です。はい、次なんですけど、今足首ですね、足首の筋肉のトレーニングをしました。これがしっかりできないと今からやる筋肉のトレーニングは全然できないので、まずはしっかり今の2つっていうのをやってあげてください。これができたらですね、次足の指の運動をやっていきます。まずは足首を上にグッと上げてください。グッと、この時指がピャーンってならないように気をつけてくださいね。足首だけ上にグッと上げます。で、このまま指だけ曲げてください。指だけ曲げる。で、この時に指だけ曲げてって言ってるのに、足首もこういく人たまにいらっしゃいます。それダメです。足首を上げたまま指だけヒャンと曲げる。そう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 。で、これをまずやりましょう。はい、グー。1、2、3、4、5。はい、戻します。で、これで釣っちゃう人、これはあなたは伸びしろがあります。どんどん釣ってください。もう一回いきますよ。しっかり足をグッとやったまま指だけ曲げる。はい、1、2、3、4、5。特にこの小指側ですね、外反母趾になってたりとか小指側にこう豆ができやすい方っていうのは、小指側のグーの力が結構弱いです。親指は強いんだけど小指側が弱かったりとかしますので、小指側をそういう方はしっかりと意識してあげてください。もう一回いきますよ。上にグッと上げたまま足の指を曲げる。はい、小指側の方意識頑張って。はい、1、2、3、4、5。はい、 OK。 そしたら次はですね、パーをしていきます。パー、これ僕も苦手なんですけど、パーをやっていくんですが、イメージですね、イメージここら辺ありますよね。指をパーってするよりはこの辺の骨からパーを作るイメージを持っていただくと結構開きやすいかなと思いますので、ちょっとやっていきますよ。まあ、これは僕も結構苦手なので一緒に悲鳴を上げながらやっていきましょう。まずさっきと一緒です。足首をグッと上げたまま、はい、指じゃなくてその手前から開くイメージ。1、2、3、4、5。はい、戻します。もう一回いきますね。足首しっかり上に上げた状態で、足の指じゃなくてその手前から開くイメージ。1、2、3、4、5。はい、戻します。はい、もう一回足首しっかり上げた状態で、足の指先じゃなくて手前から開くイメージ。1、2、3、4、5。はい、 OK です。次はですね、チョキを作ります。チョキですね、チョキ。で、このチョキ2パターンあって、1つ目は親指がまず下バージョンですね。親指が下で他の指は上、はい、で逆に親指が上で他の指が下、この2つをやっていきます。はい、じゃあまずは親指が下からのバージョンをやっていきましょう。これ両方一緒にいきます。じゃあ親指下、他の指は上で頑張っていきます。5秒間いきますよ。せーの、1、2、3、4、5。はい、楽にします。はい、吸ってませんか？大丈夫ですか？はい、もう一回いきます。せーの、親指下、1、2、3、4、5。はい、他の指もこうついていってる人いないですか？大丈夫です。はい、もう一回いきますよ。で、足首しっかり上ね。せーの、1、2、3、4、5。はい、 OK。 じゃあ次は親指上で他の指が下ですね。で、この時足首がダランってならないようにしっかり上げといてください。いきます。じゃあ親指上、他の指下、1、2、3、4、5。あー、つってきた僕。はい、僕も弱いです。もう一回いきます。せーの、逆か、こっちだけ。はい、1、2、3、4、5。はい、僕も弱いですね。もう一回いきますよ。足首しっかり作って、親指上で他の指は下。はい、1、2、3、4、5。はい、 OK です。はい、それではですね、ちょっと立ってみてください。で、立っていただくとね、やる前とやった後では結構こうしっかり足で立ててるなっていう感じがするんじゃないかなと思います。本当に狭窄症の場合、ここがしっかりできるからこっちにかかる影響は少なくなるんですよね。みんなこの足の土台が崩れた状態でいろいろストレッチをするけど治らないっていう人が多いですので、まずはしっかり足を作る。で、しっかり蹴れるようになってくると、この腰で反るような動きですね、それが減ってきて狭窄症が改善してくるっていうことがありますので、ぜひまずはこの足っていうのをやってみてください。で、これだけやって治るってわけではないです。次、骨盤の方ですねっていうのをまた明日から、お届けできればと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録していただいて、また見ていただければと思います。で、またこちらを見ていただきたいんですけども、今日はこのゼロパーの状態です。
で今日は 3% ですね、 0% のうちの 3% 良くなったっていう感じで、考えていただけたらなというふうに思います。今日は足だったけども次は骨盤の方っていうのをまたやっていきますので、まあ、その動画が上がるまでのですね間っていうのは今日お伝えしたことっていうのをやってあげてください。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、本当あなたが脊柱管狭窄症って言われたからといって諦める必要はありません。なんならですねうち整形外科の先生今来てらっしゃいますけど、その方狭窄症です。でいろいろお話をするけども、やっぱりレントゲンはレントゲン、 MRI は MRI での情報でしかなくて、そこが全てではないっていうふうにおっしゃってます。だからそこで判断して手術したけども、なんかあんまり思わしくないっていう人が結構多かったりとかするんですよね。もちろん手術は適用な場合っていうのもあるんですけども、まずはですね自分でできること、あるいは自分が信頼している先生がいらっしゃるのであれば、まずはそちらを試していって、痛みはもちろんなんですけど、将来死ぬまでねしっかり歩ける体っていうのを一緒にまあ作っていければなと思いますので、ぜひまた次回も見てください。はい、そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。